つよしこんばんは。今彼女とラブホテルでバリさん聞いてます。俺首うなだれちゃった今。先週は大学院の合宿で九十九里に行ってきましたよ。彼女はその近くの大網ってところに住んでて、群馬の僕とは遠距離恋愛です。ああそうか。昨日から群馬に会いに来てくれてます。さっき剛が千葉の話してくれて彼女喜んでましたよ。明日の公開リハ2人で行きまーすと。泉純平、もしもし。まだ？だく本当に今日そうだよ。ザマから、あ、つながった。もしもし。もしもし。へえ、純平こんばんは。お前もバルさんどころじゃないんじゃないか。おい、バリ300です。え、バリ300。はい。すっげーなぁ。ありがとうございます。何時から入ってんだ。10時、このラジオ聞くために入りました。あ、そう。はい。俺の声を BGM にまさか二人でベッドインしてないよな。終わってからと思いまして。そうだよな。はい。こんな声聞きながらちょっと無理だよな。ムードないしな。悪かったな。そう、遠距離恋愛なの、はい、そうですね、はい。俺な、ラブホテルっていうのはもう本当に昔、もう本当に昔、はい、あまりこう綺麗なイメージがなかったのよ、はい。それでね、今日ザバからね、はい、お台場まで来る途中に、はい、エリザベスなんとかとかさ、すっごい宮殿みたいなラブホテルが横浜インターのあたりで見えたんだよ。はい。一回でいいからああいうとこ行ってみたいと思うじゃない。はい。だけどもしな、カメラかなんか向けられて撮られたらいいにはさ、いや別にいいんだけどね。はい。って思って、まあ、興味があるのよ。ああいうラブホテルってどんなんよ。今ラブホテルって。ここのホテルは非常に安いところなんですよ。うん。だからあんまり綺麗じゃないですけど。おばさんがいるの？おばさんいますね。だいたいこうメガネ垂らしてね、はい、どうも。こんな感じですよ、ね。何号室にするなって。はい。あ、そう、いいね。はい、いえいえ。彼女はよ。いますよ。ちょっと買って。ちょっと来て。ちょっと来てだって。たく、この、俺やってらんないよ、もう。もしもし。お前、気だるい声出すんじゃないよ、お前。悩ましいなぁ。いや、彼氏がそれどころじゃ喜んじゃってしょうがないんですよね。あ、そう。それどころじゃないの？大ファンなんです。名前は何て言うの？君は。ゆかです。うん、もう、ゆかちゃん。もう、ゆかはもう、ダメ子ちゃんだね。ダメ子ちゃんだねって、親父っぽかったね、今。ゆか、いくつよ？ 25 になりました。25？ はい。あ、じゃあ、順平は27でちょうど、年としてはいいバランスだね。そうですね。じゃあ久しぶりに会ったね、織姫と彦星みたいなもんだな、お前ら。そんないいもんじゃないですよ。そうかい？はい。もう10時から入って、まあ、もう2時間ぐらい経ってから、これからまあ、はい、2人の、ナイトライフが始まるわけだな。そんなに。って感じ。ナイトライフ。いいね。ここで彼氏がそわそわしてるんで変わります。ないよ。俺いなされたな今。軽く。すいません。かわされた。すいません。しゃあ。純平。はい。俺にお前恥かかせんじゃねえよお前。盛り上げようと思ってお前あれしたんだけど。すいません。ちょっと緊張しちゃってお互い。いなされちゃったよ俺。いや緊張してない彼女は。彼女はしっかりしてるぞ。そうですね。彼は気も座ってますね。ところでさ。はい。純平の夢って何よ。僕は今、国家試験を目指して、勉強中です。あ、そう。はい。国家試験っていろいろあるでしょ。はい。例えば？今は税理士ですね。ああ、うちの事務所よ。はい。ちょっとお前、手伝ってくれよ、国家試験通ったら。本当ですか？いや、本当に。ええ。どうもね、いや、いい税理士さんいるのよ。はい。いるんだけど、はい。ちょっといろいろ相談したいことあるんだよ。
そうですか、私、法律の資格1個持ってますんで。本当か。はい。法律も、はい。すごいな、お前、勉強家なんだな。どんな資格、法律は。司法書士ってご存知ですか。あ、知ってるよ。バカにすんな、はいはい、お前。バカ野郎。うん、いいよ。はい。その資格を持ってまして。うん。じゃあお前六法全書なんかこう暗記した口か。そうですね。まあ線引いてな。はいはい。すごいじゃない。いやいや、とんでもないです。だけどそれも弁護士、そうか、弁護士の資格も持って。弁護士じゃないです。あ、弁護士です。あ、ごめん。はい。間違えないでください。ごめんな。ごめん、怒るなお前。いやいや、ラブホテルからお台場向かって怒るなお前。いやいや。明日ザマ行きますんで。よ、ザマ来てくれよ。行きますよ。だからちょっとエネルギー残しといてくれよ。大丈夫です。大丈夫。今はもう温存して。温存して。じゃあお前ホテルからザマ直行かい。そうです、明日は。ナイスだね、お前。で、大宮と群馬と武道館も行きます。ナイスだ。またお前、大宮の前もさ、あれだろ、はい、どっかラブホかなんか泊まってくるんだろ。お前、俺出汁に使ったんじゃねえだろうな、お前。いや、ちょっとそういうとこも。おいおいおい、まあいいや、お前らが幸せになんだったら俺は出汁昆布でもあこ出汁でも何でもなるわい。人生わららを聞いて、うん、この恋愛は踏み出したんで。そうか。はい。でもお前、はい、うん、真面目そうだな。そうです、まあよく言われますけども、うん、とにかくまあその夢はさ、はい、そんだけしっかりしてんだったら着実にその夢をまず突破してくれよな。ありがとうございます。うん、それでそれが見事合格したら連絡ちょうだいよ。わ、はい、かりました。あとオフィス連の方で、はい、いやオフィス連の方の社員にするかどうかは3ヶ月の研修、はい、3ヶ月の研修を無事終えて、はい、それで俺のプライベートなさ、はい、俺の財布お前に預けるからよ。本当ですか。生きた金を使うようにしてくれや。もう責任重大ですね。頼むぞお前。はい。それだけしっかりしてくれよ。ありがとうございます。きちんとした領収書の扱い方。はい。ね。ね、きちんとした。それから、きちんとした請求書の、はい、求め方。はい。ね。決算書。ね、収支決算報告書等々含めて。はい。はい、頼むね。彼女の実家は税理士なんで。あ、そうか。いろいろ。勉強しときますね。本当にやっぱお金のことは大事だからな。はい。ちょっと事務所のために長渕のために頑張ってくれよ。ありがとうございます。これはま、これが縁で一緒に仕事できたら楽しいもんな。本当ですか。俺若いエネルギーが欲しいんだよ今。本当ですか。うん、もうね、守りに入った人間とはあんま仕事したくねえんだ。攻めて攻めまくる。オッケー。はい。よし、じゃあ彼女とまあいい時間作ってくれよ。明日までよ。会いましょう。じゃあ、ほんまに前に行きますんで。オッケー。よろしくお願いします。じゃあ、人生ラララ、二人にプレゼントしちゃう。ありがとうございます。明日頑張ってください。ありがとう。もしも人生が